翌日お腹を引っ込めときたい方は今回のプランクがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、翌日お腹を引っ込めときたい方におすすめな、たったの8回でしっかり効くハイプランクショルダータップバージョンアップを紹介します。ハイプランクというとですね、通常は肘でプランクをするんですけども、ハイプランクというのは手をついてねプランクをするのをハイプランクと言います。で、今回ね最大のメリットとしては腹筋全体に効きます。プランクは普通の正面だけを使うんですけども、今回バージョンアップですから腹筋全体に効かすことができます。で、体を少し動かしますから体幹はしっかり安定してきます。で、メリットとしては腹直筋に効きます。外腹斜筋にも効かすことができます。で、体幹部がしっかり安定しますから、いろんなエクササイズをしてもですね、体幹が安定していることによってしっかり直接その部位に効かすことができるようになってきます。で、簡単に行うことができます。デメリットとしてはバランスが少しいります。腰を少し動かしますから、腰を動かすのが上手じゃない方はちょっと効きが悪いです。ですが腹直筋には効かすことができますので安心してください。肩に少し負荷がかかりますから、肩がね少しだるくなった感じがするかもしれませんが、しっかり腹筋には効いております。で、手首がね痛くなる場合があります。プッシュアップとかしてる方はね手首が強いんですけども、やってない方は普通のプランクはね肘ですけども、ハイプランクは手ですから、ちょっと手首がね弱いって方は少しストレッチされて手首が痛いかもしれません。まずやり方を説明します。はい、このハイプランクのまずいいところはですね、プランク初級者の方である体を前のめりにしてしまう。プランクは体重が足にかかるほど腹筋に効きますから、体をまっすぐ保つことが辛い方はですね、絶対体重がね前に乗ってます。通常の位置よりも前にこういう風に前のめりになってプランクをしやすいです。その点ハイプランクというのは真上にすると手首が少し痛みます。これがもっと前になるとですね、もちろん手首にもっと負担がかかりますから、プッシュアップしてない人とかはね手首が痛くてできないです。そういった方はちょっと手の位置が前よりも後ろになりやすいので、こういった感じですね。なのでハイプランクの方が結構腹筋に効きやすいです。要は足に体重が乗るわけですから、こうは前ですけども、手首が痛くなっちゃうから、ちょっとね、肩の方が後ろに来て、足に体重が乗って、通常よりも腹筋に効きやすいというメリットがあります。で、今回は、ショルダータップ。片手になってですね、こういった感じで、体を動かさないように肩を触るんですけども、普通に行った場合は、体がもちろんね、こういう風に、左右にね、体が動いちゃいます。そこを左右にこう動かないように、手を離した時に体が動かないように、逆にこっちに骨盤を動かしてお腹周りを効かしていきます。ちょっと腰の動きがね分かりにくいと思うんですけども、手を離したら体がこっちに寄ってしまうのを、こういう風に腰をね回して、こう今度は手を離すとこっちに寄っちゃうので、骨盤をこういう風に回しといて、こう、こういう風に回して、こうっていう感じで、体が寄ることを寄らないようにして、骨盤を逆にこうじゃなくってこういう風にしたまま体を保つっていう風にやってみてください。これを左右8回ずつやっていきます。ここの外腹斜筋が弱い人とかね、腰回りがこう動かせない人っていうのはちょっとね効きが悪いです。体が寄りやすいです。この体が寄るっていうことを使いながら、逆に骨盤を逆に回しておいて体を寄らないようにキープすることで、体の体幹部、芯、そして腹筋全体に効かすことができます。足はですね閉じるほど難しいです。ですので少しだけ開いておいてください。手と同じぐらいです。こっから骨盤をまず回しといてて、反対に回しといてって離すっていう風に効かしていきましょう。では一緒に8回頑張っていきましょう。ゆっくり腰を動かしてください。いきます。1 2 3 4
お。六。七。八。ああ。グッドボタンとコメントよろしくお願いします。お疲れでした。どうでしたか？手首がね、やっぱり少し痛いっていう人いると思います。まあ、実際タートルもね、ちょっと手首弱いんで、手首少し痛いかなって思いました。でもね、しっかりね、腹筋全体に効いてます。通常のプランクはですね、腹直筋とかに効くので、すごい腹筋がね、痛くなってくる、もう我慢できない、みたいなね、辛さがありますけども、まあ、このね、ハイプランクショルダータップをですね、骨盤を動かしてますから、使うお腹の位置がね、こうやって動いてるので、まあ、腹直筋だけがね、すごい痛い、辛いっていう感じはないと思いますけども、腹筋全体にしっかり効いてます。ですのでね、適度に使うことによって、次の日ね、お腹がちょっと緊張してますから、ちょっとお腹がね、キュッと引き締まった感じを得ることができます。最大のメリットとしては、腹筋全体に効いてます。骨盤がね、あんまり左右に動かせれなかった方は、まあ、腹直筋をね、メインで使ってると思うんですけども、まあ、体がね、左右にあんまり揺れないように耐える。1ミリでも横にずれないように耐える。ということで体幹部がね、しっかり安定して、腹筋全体に効かすことができてます。メリットとしては、まあ、腹筋、外腹斜筋、体幹部。簡単にね、まあ、行えます。まあ、骨盤がね、回すのが難しかったって方はね、ちょっと簡単じゃなかったかもしれないですけども、やっぱりね、体の動かし方っていうのは上手な方がですね、エクササイズが効きやすいので、まあ、しっかりね、体幹部を鍛えて、体がぐにゃぐにゃ動かないように、1個のエクササイズで、まあ、使える筋肉3つ4つをしっかり上手に使うっていうことが、まあ、体幹部が身につくとできてきます。デメリットとしてはね、体が左右に動いちゃいますから、もうね、バランスがね、ない方は、もう体がすごい左右に動いてね、まあ、何やってんだろうみたいな、どこに効いてんだろうみたいな感じになってるかもしれません。で腰回り、まあ、骨盤周りですね、左右にしっかりこうやって触れない方っていうのはね、外腹斜筋には効きが悪かったと思います。あとはね、手首と肩。まあ、肩はね、そんなにね、辛くなかったとは思います。ですが手首はね、やっぱり体重が少し乗りますから、肘でするプランクよりも、まあ、手首がね、ちょっと痛かったかなって方もいるかもしれません。ですがね、このハイプランクショルダータップ、まあ、骨盤を動かすのでね、バージョンアップということで、まあ、通常のプランク、膝つきプランク、まあ、いろんなプランクがありますけども、まあ、ハイプランクの方が好きだよって方ももちろん多いと思いますから、わざわざね、肘のついたプランクじゃなく、まあ、手のついたハイプランク、逆のハイプランクとか、いろいろありますから、自分に合ったエクササイズを選んでやってみてもらえたらと思います。ということで、頑張った方、勉強になった方はよかったらグッドボタンとコメント、よろしくお願いいたします。SNS されてる方は、ぜひぜひシェアしてください。そしてタートルツイッターもやってますから、ツイッターにもね、いろいろなこと更新してます。まあ、よかったらね、ツイッターのアカウント、ぜひフォローよろしくお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.